昭和62年、新潟県の山あいの小さな小学校に3頭の子牛が入学しました。ミルクをやったり遊んだりするのがとても楽しみです。意外でしい子牛との出会い、元気くん、よしくん、そして別れ、さようなら私が病気を治してあげる。少女はその思いを忘れませんでした。ふるさとを離れて少女は夢を追いかけ始めました。26年間に及ぶ長期取材で描く感動のドキュメンタリー。時々夢は牛のお医者さん。喜びも悲しみも夢になる。